ヤマト生命保険本社、プリデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社は、日本の生命保険会社である。事業の特色として、銀行窓口販売を専業としており、ジブラルタ生命を親会社に持つ。旧ヤマト生命保険株式会社の通称は、孤独防止を兼ね、ヤマト生命。本社は、東京都千代田区内幸町の六名館跡地に、 あった。2002年4月1日に、アザミ生命保険株式会社8月に破綻した、対象生命保険株式会社の保険契約の受け皿と、ヤマト生命保険相互会社の事業承継等目的に設立された株式会社が、ヤマト生命保険相互会社を合併して発足した。株式会社が、相互会社を吸収合併する形ではあったが、 合併後の称号を大和生命保険株式会社としたことや、合併の経緯から見て、この合併について事実上の旧大和生命保険の株式会社かと評されることもある。他の生命保険会社に比べてリスクの高い投資が多かったことから、2008年の世界的な経済危機の影響をまともに受けて、2008年9月の中間決算で114億円の債務超過となる。 見通しとなり、10月10日に、東京地方裁判所に対し会社構成法及び、構成特例法に基づく構成手続きの開始が、決定した。最終的に、債務超過額は643億まで膨らんだが、2009年4月に、米国プレデンシャルグループのジブラルタ生命が69億円を、出資して、完全子会社化し、プレデンシャルファイナンシャルジャパン生命保険に、 称号を変更する構成計画が認可された。2009年6月1日に構成手続きが集結し、2010年8月2日より正式に営業を開始した。2011年1月末、現在21の金融機関が同社商品の窓口販売を行っている。2010年4月1日、資本関係を明確化することを目的に、 プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険に称号変更した。2011年2月1日にはプルデンシャルファイナンシャルグループが AIG グループから AIG エジソン生命保険と AIG スター生命保険を買収したが現在の計画では両社の銀行窓ハチャンネルについては同社移管統合される予定である。1月1日付でジブラルタ生命へ 九州合併された2013年4月からは PGF 生命を社名の略称として使用している。日本国内の主要銀行へ出向して銀行窓口での生命保険販売や銀行委員への保険販売の教育、指導などを行うインシュランスプランナーの多くはグループ会社であるプルデンシャル生命保険出身のライフプランナーが大多数を占める。ありがとうございます。